ずっと昔、誰かが一つの石を人間に与えたの。それは人間をただ生まれて死ぬだけの生き物から何か別のものへと導くためのものだったと言われているわ。でも、それはほとんどの人間に正しく伝わらなかった。それが、ドルメヒカ。ゲームが、その結果だっていうのか。そう、ゲームはドルメヒカのごく小さな現れ。遊ぶという行いはこの宇宙の本当の仕組みに人間が至るための鍵なの。もしも人間が遊ぶことの本当の意味に気づいたら、その時新しい世界が出現するわ。でも、もし判断を誤れば、それは恐ろしい墓場になる。これいいの。これはただのきっかけに過ぎないわ。大切なのはここから何を作り出すのか。俺、ゲーム作るよ。まだずっと先のことになるかもしれないけど、きっとすっごく面白いやつを作るよ。人が褒めてくれるような大したもんじゃないかもしれないけど、遊んでくれた人がさ、ああ、面白かったって、それで元気になってくれるようなやつを作るよ。きっと作るよ。